ひばりクラブおよび落語界ご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は、さらに進んだ話をさせていただきたいと思っております。それは男性同士と言いますか、男女と言ってもいいんですが、人間と言ってもいいんですが、人間の平等と言ってもいいですね。ただ、男女の平等の場合はですね、非常にわかりやすい。つまり、現在の男女平等という考え方が大きく間違ってるっていうことが、はっきりどの人にも見えると思うんですね。例えば、男女共同参画。男女共同参画という言葉自体が矛盾してますよね。女性は男性の仕事も一応できる。これは、男性の筋肉の労働がほとんどなくなったということで、男性の仕事が女性にできるようになったっていうことですね。ただ、まだ戦争はちょっと女性には向きません。向きませんっていうのは、女性はどうしても恐怖心が出て、突撃ができないという、もう心理的な欠陥がありますから、兵隊には向かないっていうことになりますね。ただ、女性は子供を産めますが、それから、お乳もやって、離乳期も行けてってなりますよね。細かい配慮もできます。男性はそれできませんから、男女共同参画というのは、女性が男性と同じことをするように努力するということの意味だけであって、男女共同参画という言葉自体が矛盾しております。男性は子宮をつけないと子供を産めませんし、それからおっぱいからちゃんとした母乳が出るようにならないと子供の離乳期までダメなんですよ。っていうのことは、男女共同参画ということはもともと、まあ言ってみればちょっと言葉悪いんですけども、まあペテンとか騙しとか言った類のものなんですね。それは男性の力仕事がなくなったことによって、女性だけが、つまり男女共同参画というのは女性の特権であって、男性は全く不利を受けるわけですね。だからこれはまあ男女平等という問題ではないわけです。だから今日はもう一つ踏み込んでですね、では男性同士は平等なのかと。この問題が一番大きい問題なんですね。男性同士っていうか人間はそもそも平等なのかと。人間が平等だってことは男女が平等であるってことと、男性同士も平等でなければいけないわけですね。これは全く考えられてないわけです。つまり第一に存在が重要なのか、力が重要なのかってことありますね。ヨーロッパ文明ってのは力が重要であります。力の正義ですね。存在は正義ではありません。ヨーロッパの場合はですよ。日本の場合は存在が正義であり、インドの場合はそれはさらに徹底して、ジャイナ教に見られるような相対論ですね。存在が価値であって、力は価値ではないという考え方ですね。ところが、日本も昔はやや存在が価値があって、力が価値ではないということはありましたね。それの象徴的なことを僕がいつも言ってるのが、織田信長という力がもうありあふれた人が、軍隊を連れて天皇陛下、京都の天皇陛下とかに挨拶行く。天皇陛下は力はないんですよ。その当時の天皇陛下ってのは、衛兵が15人ぐらいいるだけのことで。全く丸腰でいるようなもんですね。天皇陛下は存在が価値があるっていうわけです。そこで織田信長が天皇陛下のところに行ってですね。そして、挨拶をして、もうすぐ全国を平定できますので、まあ、よろしくお願いしますという挨拶をした。で、それを、この話をフランス人にしたら、私がですね、昔。この話は嘘だと言ったわけですね。それはフランス人には嘘に聞こえます。力の正義ですから、力がある織田信長が天皇陛下を殺すのは普通じゃないかと。なんでそういうチャンスで殺さなかったんだというフランス人の私に対する返事はですね、誠にヨーロッパの正義をよく表しているわけです。これに対してほとんど力の正義、ヨーロッパに影響されて力の正義を信奉している文化人なんかは全く何も言いません。日本に存在の正義っていうのがある。それは天皇陛下がそれを一つは認めてたわけですね。それ以外にも日本にはいろいろな存在の正義っていうのがありました。日本も、まあ、インドとちょっと似てるんですが、相対論って言いますかね。ある見方から見れば、これが正義で。こっちから見ると、あれが正義で。したがって正義っていうのは、簡単には決まらないんだ。私、ジャイナ教のこと言いますけど、皆さんがよく知ってる例としては、群毛、象を撫でるっていうのがそうですね。
これはジャイナ教の逸話の一つで、非常に真実をついているので、まあ、インドから発生して、今では全世界の人がですね、群毛象を撫でるということわざっていうか話を知ってますよね。目が見えない人が象の足を撫でて、象というのはなんか柱みたいなもんだと、こう言うと。他の目の見えない人は象の鼻を撫でて、あ、象っていうのは蛇みたいなもんだと、こう思う。ある人が象の背中を撫でて、おお、なんか平らいもんだなとこう思うと。それぞれ自分の知識とか自分が経験したことから人間はものを言うんであって、必ずしも真実に基づいているわけではない。これはもうヨーロッパの栄か非栄かというようなですね、頭脳で論理的に決めるという正義とは全く違うんですね。まあ、そういう意味で私なんかは、日本人の血を引いてるからか、日本文明をそのある程度勉強したからか、私は存在の正義こそが正義であるというふうに思ってるんですね。で、そういう意味ではですね、人間というものが存在するときに、これはまあ今日は男でも女でも子供でも老人でも誰でも彼でも、人間というのが存在する場合、私の考えはですね、他のこのひばりクラブ見てる人で私の考えと違う人別に構いませんよ。反論もそれほど必要じゃありません。他の、能力のあるものが価値があるとかね、それから力があるものが価値があるとか、首相の方が価値があるとかですね、それから大会社の会長が価値があるっていうご意見の人いくらでも言いますから、それは別に何も私に反論する必要はありません。それが世の中の平均というか、現在の日本では、まあ、ヨーロッパの力の正義の文明に僕に言わせれば毒されている。その人たちに言わせたらそういう文明を獲得したというでしょうね。私は価値の判断に大きな問題があると思っております。人間一人一人は、例えばその方がお百姓さんで農業の人であってもね、電車を運転されてても、大学の先生であっても、道路工事をしている人であっても、女性も入れますと、家事をやってる人でも、洗濯してる人でも、子供を育ってる人でも、基本的には一人一人の仕事について価値を考えることは難しいっていう判断なんですね。なぜかって言いますとね、私なんか大学の教授でした。大学の教授ってのは大学の教授の力がないとできません。ですから、大学教授という職を全うするには能力が必要です。能力があるから価値が決まるわけではありません。ここ間違いないぐらいね。これをほとんどの人が、僕に反論する人が間違ってるんですけど。先生、能力がある人はいいじゃないですか。能力がある人いいですよ。日本にね、大学で物理を教えるだけの物理の能力のある人がいなければ、物理の大学教授というのはいないですから。その意味では、大学教授は能力はあるんです。能力があるから価値があるのでしょうか。そこが僕が全然考えが違うんです。例えばお百姓さん、まあ今お百姓さんは差別だって全然差別と思ってないですよ。僕は農業の人と言ったから価値が変わるわけじゃありません。お米を作る、野菜を作る、また我々が食べるものを作る、これはもう大変に大切なことですね。私なんかいくら物理を教えても食べ物を誰かが作ってくれなきゃ飢え死んで死んじゃいますからね。だから食べ物を作る人とかね、まあ特に私なんか魚を食べるって言ったらすごく、漁師の人に尊敬の念を抱いて食べるんですよ。だって結構漁協って危ないんですよ。板子一枚地獄の底みたいなもんでですね、まあしけてる時も海に出なきゃいけないし、いろんな場合がある。しかしそれをちゃんとやってくれるからこそ私はお魚を食べれるわけです。電車に乗ったらやっぱり歩いていくには難しいところまで行きます。それには電車の運転手がですね、若干体が調子悪い時でもちゃんと、勤務時間通りに来て、そして運転していただけるからこそ私は電車に乗って目的地に行けます。それから夜中にね、アスファルトを引いて道路工事をする人なんかとても尊敬してます。夜中ですからね、辛いですよ。それから臭いですからね、アスファルトなんて。それを温めてですね、ドロドロにして引かなきゃいけないです。アスファルトってのは温度が冷えると固まって道路の路盤材になりますけども、加工するときは温度を上げなきゃいけない。まあこういうことはいくらでもありますね。まあこういうことは工場の働いてる人とかいくらでもあります。
それから私なんか主婦の仕事はできないんですよ。というのは具体的なことを具体的に覚えるっていうのは少し難しいんですね。これは男性共通のことですね。男性は理屈でなんかものを覚えるんですね。ですから今日冷蔵庫の左の隅にあと賞味期限が2日ぐらいしかない何かにがあるからあれを早く処理しなければなんていうのは私には絶対無理なんですよ。これはだから女性というものがですね、家庭を営むという非常に素晴らしい、存在であるからできることなんです。つまり私の言いたいことはですね、この世の中で価値に差があるのか。大学教授も必要だし、首相も必要だし、それからお百姓さんも必要で、主婦も必要、お母さんも必要、道路工事の人も必要なんですよ。じゃあ必要である、絶対に必要なのに、なぜそこに価値の差があるのかと。これはですね、価値の差は人為的に作られたものであるからこそ違うんですね。しかも、18世紀から19世紀にかけて、ヨーロッパで発展してきた資本主義。つまり、金を目指して人生を送るんだと。こんなのは私は違うと思ってますけど、まあ、金を目指して人生を送るんだという主義が生まれて、これ資本主義ですね。それに基づく資本主義をただ発展させるための考え方。これは力の正義と価値を金で測るという二つのことですね。この二つのことが組み合わさったんで、現在ではもう奇妙奇天烈のことがいくらでも起こっております。それは、おおよそ人間の価値を存在で決めるということは遠く離れていて、何かこの世の中でお金を儲けられる人が偉くて、お金が儲けられない人は価値がないというように思っている人が山ほどいるんですね。その中に私が2年ぐらい前ひどい目に遭った参政党なんかもそうなんですね。嘘を100遍言って自分が金を取る。そのために政治をする。政治は金儲けになるんだと。まあ、こういうやつですね。で、我々が拠出した党費とかその全部かすめ取られましたけど。結局、これはもう典型的な価値に対する、まあ、悪さっていう感じですよね。悪さをしたっていう感じですね。やっぱり、それじゃあね、例えば赤ちゃんを産んで、育てるお母さんと自動車を作る自動車会社の幹部と私みたいに大学教授と、それから夜中に一生懸命みんなのために道路を舗装する人と、誰がこの日本社会に価値があるんでしょうか。私はほぼ全員が同じ価値を持ってると思うんですよ。つまり存在の価値、これをもう少し抽象的に言いますとね、つまり日本社会が正常に動くためには、お米もいるし、魚もいるし、電車も動かなきゃいけないし、自動車も作らなきゃいけないし、お母さんが赤ちゃん産んで育ってくれなきゃいけないし、物理の知識もいるし、算数の知識もいるってことだけなんですよ。それいるんだから、それをみんなで分担してるだけなんですよ。それは適性に応じて分担してるんですね。だから適性がある人は物理の大学教授であり、ある人は首相であり、ある人はスポーツ選手で大谷さんみたいな素晴らしいプレーをする人であり、お相撲取りは体重があったって別にダイエットしなくていいんだし、まあ、要するに日本というものがエンターテインメントも全部含めて、今は僕は国民が希望するものをそれぞれ分担してやってるに過ぎないと思ってるんですよ。国民が競馬を見たいと思ったら馬も必要だし、それから騎手が必要ですよね。それなかったら競馬っていうのを楽しむことはできないですよ。プロ野球もそうです。飲み屋に行って一杯やるにはね、やっぱり酒を作ってくれる人もいて、それを配達する人がいて、それをあるいは何かウイスキーの水割りって言ったらそれを作ってくれる人がいて、そして我々の人生があり幸福があり楽しみがあるわけですよ。じゃあね、誰が偉いのかって言ったらね、僕はね、偉さには差がないと思ってるんです。ですから本当は全員が同じ給料でいいと思ってるんです。それにはもう一つの私の考え方ありましてね、今日はまあ私の考えを思い切って言っていいと思いますんでね、言いますとね、もう一つそれは仕事をする方の、まあ、考え方ですよね。それからそれを受け取る社会の考え方。
これがもちろん全てがなければいけない。それからその人たちが今度は生活することですよ。生活するときにね、僕はね、人間はね、何か大学教授は味に対して非常に敏感であるとか、それから部屋の大きさはどのくらいの大きさでなかったら人生送れないとか、今度はそれが農業の人だったらもっと貧しいもので同じ美味しさになるとか、いやそういう論文とか見たことないんですよ。人間っていうのは大体一つのテーブルを囲んで同じものを食べる。ね。そこには小学生もいて稼いでない人もいるし、おばあちゃんになってもう人生で稼ぐことがいらなくなった人もいる。バリバリ働いてお金を稼いでる人もいるし、まあ大学で物理なんか教えて何の役にも立ちそうないような人もいるし、からただプロ野球やっててね、ホームラン打ったっていう人もいると。しかし、食べるとか、それから住むとき暑いとか寒いとかいう気温ね、やっぱりね、まあ暑さは最近クーラーってのができたんで皆さん意見が違う人もいると思いますけど、寒い方はね、やっぱり人間は寒い時は暖房をつける必要があるんですよ。寒さで凍えてたらやっぱりかわいそうなんですよ。っていうことは同じ温度で生活するべきなんです。同じ食事をするべきなんです。同じ着物を着るべきなんです。同じような家に住むべきなんです。だそういうふうにこう、仕事の側から考えるってことと、それからまあ生活の側から考える。この両面から考えますとね、私はね、まあ基本は、社会は存在、その人は存在する。つまり、農業の人も存在し、漁業の人も存在し、運転手も電車の運転手も存在し、主婦も存在し、物理の大学教授も存在し、大きな会社の会長も存在するってことが重要であって。それはもう必要なものに必要な人をそこのところに配置すればいい。能力によって価値も決まらないし、まして食べるものが、能力のある人が美味しいものを食べなきゃいけないなんてこと全くありません。私はもう絶対に確信しております。そこで私はその後どうするかっていう問題はまた次回に話しますね。それはね、急がないでくださいね。すぐ、そうすると人間は働かなくなるんじゃないかとか、そういう心配性の人いるんですけど、この心配性の人を克服する方法はまたその方法で、まずは大原則っていうのは心配で覆るもんじゃありませんから。死を待ったんでは大原則が崩れません。大原則はまず大原則をしっかりみんなで合意するってことですね。まあ、私の今日の話を合意してくれる人がどのくらいいるかちょっと私わかりませんけど、できるだけ多くの人が僕は合意してほしいと思うんですよ。まず人間は能力とか金を稼ぐ力とか力が強いとかそういうことで価値が決まるわけじゃなく、その人が存在するってこと。だって分布があるんだから。身長だって170センチの人もいれば150センチの人もいるんですよ。150が170よりか劣ってるとかいうことないんです。分布がないと社会が成立しないんですよ、これ。常にそうなんです。だから能力みたいなものもそうだし、それから真面目さもそうだし、だから排除すべきのは嘘つきとか殺人犯とか、こういうのはやっぱりまあ排除しなきゃいけませんよ。排除するかなんか適当にどっかにかくまわってもらわなきゃいけません。それはね、だからそういう人を認める必要ないんです。最低誠実であるしかないんです。誠実であり、ね、恩義を感じ、慈愛の心を持っているという。これはですね、日本人全員が持てることなんですよ。別に能力って関係ありません。ね、誠実である。それから恩義を感じる。ね、慈愛の心を持つ。これはもう誰でもできます。だからそれがやっぱり存在の価値なんです。あとはみんなで、お米を作る人もいる、魚取りに行く人もいる。みんなで分担してやろうじゃないか。それが終わって、一堂に会して夕食を食べるときはみんな同じものを食べようじゃないかと。そしてその中に、暖房のお金がなくて寒さで震えてる人はみんなでお金を出し寄って、そしてその人も自分たちと同じような快適に寝れるようにしようじゃないか。それこそが動物と違う、ちゃんとした考えを持った人間の集団というものであるというふうに思います。存在こそが価値であり、力を排除するということが重要である。能力は決して価値の尺度にはならない。そういうふうに私は思います。